ゲディミナス島ゲディミナス島ゲディミナス城はかつてリトアニアの首都ビリニュスにあったビリニュス城のうち丘の上に建てられた城ョを指す。ゲディミの城とも表記される現在は一部しか残っておらず現存する西の島はゲディミナス島とも呼ばれる12世紀にリトアニア大公ゲディミナスによってビリニュスの丘の上に木造の要塞が作られ1409年に イータウタスによってレンガ作りの要塞に変えられた。塔のうち3階部分は1930年にポーランド建築家ヤンブロフスキによって再建されたものである。丘の上までは徒歩で登ることができ、またケーブル鉄道でも丘の上まで行ける。ビリニュスの旧市街を一望する絶景スポットでもある。ゲディミナス塔はビリニュスとリトアニアのシンボルとして重要視され、かつて リトアニアの通貨、リタスの紙幣にも描かれていた。また、ゲディミナス城を取り上げた、リトアニア人の愛国的な詩や民族音楽も多い。ソビエトからの独立運動が高まってきていた1988年10月7日、両大戦艦機に、リトアニア国旗として用いられていた木、緑、赤の三色旗が、塔の上に掲げられた。ありがとうございます。